ロールス・ロイス、スネクマオリンパス593は、超音速旅客機コンコルド向けのアフターバーナー付き、ターボジェットエンジンである。当初は、ブリストル・シドレー・エンジンズ・リミテッドとスネクマの共同計画による、ブリストル・シドレー・オリンパス 22R エンジンだった。1966年に、ロールス・ロイス・リミテッドがブゼルを買収したことで、エンジンの開発は、ロールス・ロイスのブリストルエンジン部門のブゼルが担当した。オリンパス593を搭載したコンコルドは、定期運行終了までアフターバーナーを備えた唯一のジェット旅客機だった。エンジンの全体的な熱効率は、巡航時に他の熱力学機関よりも高いおよそ 43% だった。エンジンの初期の設計は、オリンパス 22R の民間基盤である591として再設計された。22R は BAC チームソニックレーシング -2 のエンジンとしてマッハ 2.2 での飛行時に持続するために設計された。591は593として知られるエンジンに再設計され、1964年1月1日に使用ができた。イギリスのブリストル・シドレーとフランスのスネクマが計画を分担した。スネクマとブリストル・シドレーはかつて実用化には至らなかったが、同様に M45H ターボファンの共同計画を実行した。初期の開発段階で基本的な概念が展開されたが、使用を満たすためには燃料消費率、エンジン圧縮比、重量、寸法、タービン入り口温度を含む多くの調査が必要だった。初期の調査は、ターボジェットとターボファンが検討されたが、ターボジェットの前面投影面積は小さく、大幅な性能の向上の障害になると見られた。競合するロシアのTu-144では当初、アフターバーナーを備えたターボファンを使用したが、性能を向上することができそうなアフターバーナーのないターボジェットに転換した。イングランドのブリストルに最終着陸するオリンパスを動力とするコンコルド216エンジンと補機類の開発はブリストルシドレーが分担し、スネクマは可変エアインテーク、排気ノズル、逆噴射装置、騒音低減とアフターバーナーを担当した。イギリスはオリンパス593の量産を主に担当し、フランスは同体の生産を主に担当した。設計段階で航空機の重量が増えたことにより、エンジンの離陸時に必要な推力が足りなくなった。スネクマによって生産された部分的アフターバーナーの導入により必要とされるピーク時推力を 20% 増やした。オリンパス593バイトは1965年11月に初めて運転された。B 型は、初期のより小型のコンコルドの設計用に計画された 59-3D の再設計された仕様である。59-3D の試験結果が B 型の設計に使用された。B は後に識別名称から除かれた。スネクマはオリンパス301をノズルシステムの試験用縮小モデルに使用した。1966年6月、オリンパス593エンジンは完成し、可変エアインテークは、フランスのイルドフランス地域圏のムランビラロッシュにて、初めて運転された。ブリストルでの飛行試験は、空軍のアブロバルカン爆撃機を使用して、エンジンとナセルを爆弾層に搭載した状態で開始された。バルカンの空気力学的な限界により試験は、マッハ 0.98 に制限された。これらの試験中、593は、エンジンの使用を超える。推力 35,190lbf に達した。1966年初頭、オリンパス593は、アフターバーナー使用時に、推力 37,000 ポンドを生み出した。1967年4月、オリンパス593は、フランスのイルドフランス地域圏のサクレーで初めて、高高度環境試験装置内で、最初の運転を実施した。1968年1月バルカン飛行試験機は100時間の飛行時間に達して、オリンパス593エンジン用の可変式、寸法排気部は、コンコルド試作機のムランビラロッシュでの飛行で合格した。コンコルド001試作機は1969年3月2日にトゥールーズで初飛行した。機長はシュド・アビシオンのアンドレ・ターキャットだった。離陸時にアフターバーナーを使用して205ノッツで4700フィートの滑走後に離陸した。67機のオリンパス593エンジンが製造された。より静粛で高水力のマーク622が提案された。アフターバーナーは不要で低速の噴射は排気からの騒音を低減した。改良された後輪は航続距離を延長してアメリカ大陸横断と同様に部分的な太平洋横断の新しい路線の開設を基とした。しかしながらコンコルドの販売数が少数に止まったことでコンコルド B の計画は実現しなかった。オリンパス593はアフターバーナーを備えた二軸式だった。低圧と高圧圧縮機は両方7段でそれぞれ単段のタービンで駆動された。圧縮機のドラムとブレードは高圧部の後方の4段以外はチタン製だった。ニッケル合金は通常高温にさらされるタービン部分にのみ必要とされるが超音速飛行時に圧縮機の後部の段は高温にさらされるので圧縮機にも同様に使用された。高圧タービンの回転翼は冷却された。離陸時に必要な水力を確保する目的で、部分的なアフターバーナーが備えられた。同様に、マッハ1以下からマッハ 1.7 までの線を音速、加速時にも使用する。この速度以上での超音速巡航エンジンは、巡航時の水力は完全な推進システムからの水力の 8% の水力を貢献する。コンコルドの吸気装置の構造コンコルドの吸気口 G、アクストン、ダックスフォード、逆水力装置の細部コンコルドの可変エアインテークは、できる限り高圧でエンジンに空気を送るためで、圧縮比の仲介により圧縮機による許容値の範囲内で機体の速度に応じて最適化された。超音速圧力回収は、複数の衝撃波が吸気口内で生成されはるかに大きい圧力の回収をもたらす。超音速の流れは圧縮、または方向転換によって遅くなる。コンコルドの吸気口の前部ランプは外部の超音速流による衝撃波が圧縮を助けるように変化した。チームソニックレーシング -2 では胴体中央部に方向を変えるための半円錐型が備えられた。巡航中のコンコルドの吸気口の亜音速圧力回収の圧縮比は 7.31 だった。全部吸気扉で発達した境界層により衝撃波が上がる。境界層は吸気扉からの溝から注気されて亜音速整流板でエンジンへ導かれる。ランプの中気口は亜音速整流板と下流の衝撃システムが流れを緩和する。排気ドアは巡航時には閉じられ、吸気口内の圧力回収のためにダクトから漏れた空気は貢献しない。離陸時、吸気口面積は巡航のためにより多いエンジンの空気流量を必要とする。そのため、可変式吸気口は前面が開くようになっていた。吸気口開閉部とスピル位置設定の制御に必要な精度を確保するために吸気口の駆動にはデジタル制御が必要であることが判明した。これは計画の後期に関連して開発されたが、大西洋横断飛行に必要な燃費を確保した。デジタル制御装置は同様に必要なエンジンと機体の運転状況において確保すべき、サージの余裕とエンジン速度の設定も高精度で計算した。吸気制御装置が正常に作動して出力を維持するためにパイロットが関与しなくても同時に航空機と大気を組み合わせる独特の装置を備えた。エンジンの高度51000フィートでのマッハ2での巡航時の総圧縮比はおよそ82.1で吸気口で 7.31 と2機のエンジンの圧縮機で 11.31 である。この高圧縮比での熱効率はおよそ 43% である。可変式排気ノズルは飛行の段階に応じて開口度が変化する2個の交際で構成される。例として完全に閉じているときは逆水力装置として機能し、着陸時の減速に使用された。エンジンのノズルとともに巡航用の完全に開いた状態では、イジェクターノズルは排気の膨張を制御する。鋼載は開かれ9基ランプの中期の二次流が供給される。膨張した流れは排気口から出て、巡航時の全体の推進システムの推力の 29% である。保存されたロールスロイス、スネクマオリンパス593は以下の航空博物館で展示される。これらの博物館に加えて、オリンパス593は他の施設にも展示されている。フリート航空博物館で展示されているオリンパス593一般的特性、構成要素性能出展。ジェーンズ関連した開発関連リスト競合するエンジン。ありがとうございます。